次に同じく自由民主党新生埼玉市議団高子委員、残時間の範囲内で質疑をお願いいたします。はい、高子委員。それでは時間がないので早速質問に入りたいと思います。まず概要の86ページの公共施設マネジメントについてお聞きします。資料要求の資料をいただきまして、各区における文化施設コミュニティ施設の面積を出していただきました。で、私の方で計算7区だけちょっとさせていただいたんですけども、これ時間の都合上です。大体ですね、1人当たり、1区1人当たりですね、面積が 0.10平方メートルあたりが平均となっています。その中で、見沼区と中央区だけ 0.5 をですね割って、他の区に対して半分しか面積がありません。これ公共施設の公平性、という意味から公共施設マネジメントとしてどう捉えてますか。産経課長。産経課長。今お話がありました見沼区中央区については、他の区よりも、面積が小さいというお話がございました。まず公共施設の利用に関しましては、その、地区に必要な施設について、十分か不十分なのかどうかというところは、その地域のニーズというのもあると思います。それを踏まえて、利用を、地域外に、例えば区の境のところに、利用できるところについては、そこは連携補完をしてやっていくというところは、公共施設マネジメント計画の中の考え方にあります。そういう意味で、今ある施設の面積が小さいところについても、そういった補完機能で、なるべく今の公共施設を、なるべく有効活用していくということを進めていきたいというふうに考えております。以上です。はい、高子委員。本気でおっしゃってたらびっくりするんですけれども、見沼区では、それじゃあ見沼区は他の区に対して、例えば、北区、緑区、南区に対して半分のコミュニティ施設の面積でいいと。私の地区じゃないからここでなかなか言いにくいですけども、春岡にコミュニティセンターないですよね。地元から要望出てますよね。必要とされてますよね。でそれで見沼区実際コミュニティ施設半分しかないんですよ、他の区の人口で割ると。それで本当に必要ないマネジメントできてるとおっしゃるんですか。産経課長。産経課長。午前中の質疑の中でもお話しさせていただきましたが、公共施設マネジメント計画の基本的な考え方としては、これからかかる経費に対してどうするのかという中で新設の抑制というのはございます。ただ、本当に真に必要な施設を全市的に、どう考えるのかで、その中で、全体の、施設の、配置、も含めて、コミュニティセンターにしてもそれぞれ所管があります。それに対して私たちと所管と協議の中で、どうすべきかというところを考えていかなきゃいけないことだというふうに考えております。以上です。はい、高子委員。時間がないのでそんな議論できなくてすごく残念なんですけれども、言ってることめちゃくちゃだと思いますよ。だって公共施設マネジメントで縛られてるから、各所管から出したって作れないじゃないですか。それなのに各所管と相談してって、じゃあ全体として考えてそこに作る作んないと決めるのってあなたたちの役割じゃないんですか。少し考えた方がいいと思いますよ。全くもって公平性に欠けてると思います。でそういった全てをオーソライズしてマネジメントするのが公共施設マネジメントって考え方だと思いますよ。改めてください。次に行きます。83ページですね。ふるさと納税の話です。先ほど、野口先生から、質問がありました。私前回の一般質問でもさせていただいたんですけれども、この返礼品合戦ですね、本当にしょうもないと思ってます。で、総務省から来られている方もいらっしゃると思いますので、これ総務省からですね思い描いているものと全く違うものになっていると思います。特に商品券、本当にですね僕はねひどい現状だと思います。で今その中でニュース等でですね、いわゆる地域課題解決型ふるさと納税、いわゆるクラウドファンディング型ふるさと納税というのがですね、かなり注目されていて、いろんなところで取り上げられております。
埼玉市は検討しないんですか。財政課長。財政課長。ただいまのご質疑にお答えいたします。クラウドファンディング型 その納税につきましては、以前クリテリウムの関係で やってたと思うんですけども、今後ですね、クラウドファンディング型については検討していかなければならないという認識がございますけれども、現状申し訳ないんですが、ちょっと検討はしてないといった状況でございます。今現状やっている取り組みといたしましては、あくまでもその体験型の返礼品を充実させていき、返礼品、ふるさと納税を増やしていきたいというふうに認識、進めているところでございます。はい、だここいい。ありがとうございます。じゃあその知恵を絞っていただいた返礼品のおかげで、税収は上がりましたか。財政課長。財政課長。ご質疑にお答え申し上げます。残念ながら現状ではあまり増えているといった状況はご報告できないようなものになっております。ただ市外からの返礼品につ納税につきましては、午前中も申し上げさせていただいたんですけれども、年々増えているというような状況にはなっているところでございます。タコ子委員、まずもってニーズにマッチしないんですよね。で、市外から増えてるっていいって言いましたけど、それで額が変わってないってことは、市内の人が埼玉市に納税したくないって思われてるってことなんですよ。逆を取るとそれをよくよく考えた方がいいと思いますよ。で、特にこのクラウドファンディング型って言いましたけど、それが問題じゃなくて、地域課題解決型をやってくださいって話なんですよ。例えば世田谷区ではもう平成29年度から導入して5000万円ですよ。5000万円年間ふるさと納税得てるんですよ。埼玉市2500万円ですよ。約条件から言ったら世田谷区の方が人口少ないですよ。出身者埼玉市の方が圧倒的に多いですよ。でも世田谷区の方がお金集めてますよ。東京ですよ。もう一度見解をお聞かせください。財政課長。財政課長。市内のですね、納税が減ってるっていうのはですね、ちょっと午前中申し上げさせていただいたんですけれども、平成30年度から市内 その納税者に対しましては返礼品を送らないというようなことにしておりますので、その辺が若干影響が出ているというふうには考えているところでございます。それで今お話にありました世田谷区は5000万円で、埼玉市は2500万円しかないということに対しては、ちょっと、もうご指摘の通りだなということで真摯に受け止めるしかないというふうに考えているところでございますが、今後はその今後はですね、ご指摘 の内容につきまして、ちょっと検討させていただいて進めていきたいというふうに考えております。はい、高校委員。噛み合ってないんですよね。でもしその新しい施策、その地元地域の市の人にはやんないってやったおかげで、やったためにもし納税額が減ったとすれば、その政策はミスですよ。 PDCA サイクル回して改善しないと。埼玉市 PDCA サイクル回してるんですよね。だからそういうところをよく考えてやっていただきたいと思います。で、時間がないので、次がですね、自民党さんの資料なんですけれども、参考資料1269ページに、外郭団体の定義っていうのがあります。今後ですね、予算を議論していくにあたって、外郭団体のですね、支出のあり方等について、総論的に議論させていただきたいと思うんですけれども、まずもってですね、ここのところ外郭団体が民間かどうかというくだらない議論がですね、その埼玉市議会で行われていること、これ本当に恥ずべきことだと思っていただきたいと思います。でそれでお聞きします。私も資料拝見いろいろさせていただきました。大阪市、名古屋市、外郭団体と民間、明確に分けています。また埼玉市の外郭団体改革プラン、これにおいても外郭団体、民間、明確に分けておりますし、民営化、民間企業、すべて明確に分けています。少なくとも埼玉市のこの民営化、民間、民間企業、外郭団体、その定義をそれぞれお答えください。ご答弁は。はい、行財政改革推進部副参事。はい、すみません、恐れ入ります。まず、外郭団体改革プランに、掲載されております、外郭団体 と、民間というところでまず答えさせていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。
まず、外貨団体の定義ということでございますが、まあ、あの資料でお示ししてあります通り、外貨団体指導要項第2条に規定されているものを外貨団体というふうに指定しているところでございます。で、あのプラン上載っておりますこの民間という意味でございますけれども、こちらの民間についてでございますけれども、民間の定義ということで申し上げますと、例えばですね、あの一般社団法人、ということで申し上げさせていただきますと、一般社団法人、一般財団法人、というものではですね、一般社団法人および一般財団法人に関する法律に基づいて、非営利な活動を中心としつつ民間と同様の事業を行っているということから民間団体という形で、指定させて考えているところでございます。高子委員、民間と同様って言ってる時点で民間じゃないんですけど、でプラスアルファもう一回言いますよ、これ読み上げますよ。市、外郭団体、民間それぞれの役割に応じた最適な公共サービスの提供スキームを創造しって書いてあるんですよ。民間と外郭団体分かれてますよ。外郭団体に株式会社も一般社団法人もありますよ。お答えください。行財政改革推進部副参事。行財政改革推進部副参事。はい、恐れ入ります。埼玉市外郭団体改革プランでは、市外郭団体民間がそれぞれの役割に応じた最適な公共サービスを提供するということで表記がございます。こちらの民間という表記をしておりますが、これは出資または出演もしくは人的援助または財政的援助と比較し、において市が関与が認められる民間を外郭団体と定義し、市の関与が外郭団体と比較し薄れている団体をプラン上では民間と表記したところでありでございます。以上でございます。違うでしょ。はい、高子委員。それではなぜ株式会社の外郭団体の民営化という文字があるんですか。お答えください。行財政改革推進副参事。まずその民間という考え方ということはまず大きな枠で民間があります。で、埼玉市の外郭団体今14団体あるんですけども、その民間という大きな枠の中に、市の外郭団体が一部として入っているというイメージで考えさせていただいているところでございます。で、民営化ということで、プラン上書いてあるんですけど、これいわゆる完全民営化っていうところが、確か何ページに書いてあると思うんですけど、これは、株式会社、当時、外郭団体として、5団体ほど、あ、4団体か、あ、すみません、少々お待ちください。あ、恐れ入ります。民営化を目指していく団体といたしまして、当時、浦和商業開発、それから浦和創業、それから、都市整備公社と、あとは与野都市振興、都市開発でありますとか、与野都市振興、こういったものを、民営化を目指していくという形で、民営化という言葉を使わせていただいているところでございます。ありがとうございます。はい、高子委員。本当にくだらない議論なんですけれども、それでは、このプランに書いてある民間ではできない公共サービスを行っていくのが外郭団体と書いてありますが、それでも民間なんですか。あ、行財政改革推進部副参事。行財政改革推進部副参事。はい、ここで言います民間というものは、先ほどちょっと申し上げましたけれども、あくまでも市の外郭団体にはなっていない、いわゆる、一般の民間の会社のということで、そういう意味で民間にできることはということで民間ということを使わせていただきます。高子委員、それでは外郭団体は公共セクターの仕事を請け負わないという認識でよろしいですか。そうだよ。はい、行財政改革推進部副参事。行財政改革推進部副参事。はい、外郭団体、今先ほどちょっと一般社団法人の話をさせていただいたところはあるんですけど、いわゆるその法律等の中でも公益的な事業、これをやってはいけない、むしろ、例えば公益社団法人であれば公益的、事業が 50% あれば公益に社団法人認定されますということがありますので、公益的事業をやってるからといってそれが外郭団体には、外郭団体外郭団体については公益性があるものについても当然やっていいというようなこれ認識しております。高子委員、本当に怒ってます。中島先生の時間があるので6分までこれ続けますからね。言いましたよね。じゃあ他の公共
他の自治体とかでは明らかに公共セクターの中の一の団体だって定義付けをしているわけですよ、外郭団体で。しかも埼玉市のやつも見ても民間にできないより公益的な分野を担う団体って書いてあるんですよ。民間にできない公益的な分野をやるって書いてあるんですよ。分かってます？お聞かせください。高校委員、それでは今のご答弁に乗っ取りますと、あくまでもこの民間にできない公益的な部分を担う団体ではないと、あくまでも民間が担うべきものをやるのが外郭団体であるという定義でよろしいですね。はい、行財政改革推進部副参事。行財政改革推進部副参事。すべて民間で担うべきものを、外郭団体にやるべきでもというふうには位置づけてないと考えております。全然わからないよ、当然噛み合ってないよっていう意味はわかんないですけど、よろしいですか、今の答弁で。他にお答えできる方いらっしゃいますか。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、冒頭の答弁と若干繰り返しもあることをご了承いただきたいと思いますが、私ども一般財団法人、まあ、他の団体もそうなんですけれど、関連の法律に基づきまして、位置づけがなされてまずおります。その、各法律の中でですね、解釈上にはなりますが、民間という位置づけがございますので、我々の場合は外郭団体であっても民間であるというふうな主張を考えをさせていただいているという状況でございます。また一方、先ほど名古屋や大阪という事例もありましたが、私ども確認するにはですね、名古屋市の場合でいけば、校舎、埼玉市には現在ございませんが、校舎のようなですね、明らかに公企業といえるもの、そういったものはですね、外郭団体と民間の整理上外しているというふうな、いうふうに考えているというものでございます。ちゃんともう一回やってる。はい、高校委員、もう一度きちんと説明してあげてください。さいたま市さんのご説明は分かるんですけれども、一般的な僕は今民間の議論をしてるんですよ。そう、一般論としての法律上の民間企業、公営企業で言ったら一般社団法人は公益企業です。さいたま市が 100% 株式を持っていれば株式企業であって、完全に公益性を担っていない企業でも民間企業です。だけれどもそうじゃないから、あなたたちの改革プランの中でも民間と外郭団体、一般論として外郭団体は、まあ、半公半民って言ったらいいんですかねっていう多分位置づけになってるんだと思います。そういった意味で民間って分けたんじゃないんですか。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、ただいまのご質疑にお答えいたします。さいたま市外郭団体改革プランにおきましては、先ほども答弁、副参事の方からいたしましたが、民間という表記確かに使っております。これはですね、収支出演もしくは人的援助または財政的援助において、市の関与が認められる民間団体を我々は外郭団体と定義しているというもので、市の関与が外郭団体と比較し薄れている団体をプランでは民間団体と表記したところで、この民間という捉え方がですね、若干異なっているというふうに認識してございます。はい、高子委員。じゃあ、なぜそう表記されなかったんですか。それすごく市民に対して不誠実じゃないですか。なぜ外郭団体は民間企業であるが、さいたま市から財政が支出されていることを含むみたいな、そういう表記にしなかったんですか。一般論で言ったら、明らかに第三セクターであったり、外郭団体は民間じゃないですよ。この考え方は間違ってます。一般論の話聞かせてください。行財政改革推進部長。はい、私ども一般の法律論といたしましてですね、民間、
一般財団法人等々はですね、民間であるというふうに考えているというものでございます。民間企業、市の職員だけで運営するんだな。高岡委員、ありがとうございます。それでは民間企業に市の職員を派遣することに対する正当性をご答弁ください。そうだよ。あと、天下りを斡旋してますよね、そうすると。市の職員の退職者、行かせてますよね。その正当性、ご答弁ください。民間なんですよね。民間なんですよね。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、私どものが申し上げている民間は、現状14団体、それは外郭団体でもあるということで、外郭団体ということの収支割合、それから、規定上は人的や財政的というのがございますが、そういった一定の負担等々で、出向ですか、もしているというケースもあろうかというふうに考えております。高子委員、民業圧迫なんじゃないですか。おかしくないですか。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、行財政改革プランをですね、作成した時点ではですね、その当時の団体数が24団体ありまして、統廃合ということを目指してやってきたという状況でございました。で、その後25年以降ですね、新たな指針に基づいてはですね、健全化という観点でですね、やってきておりまして、特段問題は生じてないというふうに考えております。全然答弁かみ合ってないじゃないか。時間使ってるだけでしょ、その答弁じゃ。天気が少しだけだろ。高子委員、だってスポーツコミッションってスポーツのイベントとかやるんですよね。民業圧迫じゃないですか。市の職員何人出すんですか。8人とかですよね。そうやって外郭団体のあり方として民業、スポーツコミッションって考えちゃあれですね、とある団体8人とか9人出すんですよね。それ民業圧迫じゃないですか。やること民間のことですよね。多分いつまで聞いても意味がないので明確にお聞きします。法律上の民間企業、民間団体という法律上の定義はありません。法律団体という、法律上に民間団体という定義はありません。だからこういったものに関して民間外郭団体と書いてあり、民間企業である外郭、民間企業の位置づけがある外郭団体に対し、しっかりとした民間としての知恵とノウハウを使って民営化していくことが必要であると書いてあるんですよ。だから明らかにさいたま市も外郭団体は民間ではない、一般論的に民間ではないというのをこれで認めてるんですよ。もう一回聞きます。民間企業であることはこれは法律上間違いないと思います。ただ民間団体ですか。行財政改革推進部長。はい、私先ほども一般財団の法律をもとにご説明させていただいたときに、法律には確かに書いてないです。解釈上の話として民間であるということで、考えておりまして、特にそこは我々の団体について先ほどコメントしたことと同様でございます。職員さん全員でクリテリウムやるために定義まで持ってちゃうんですか。はい、高子委員、十分分かりました。それではこれからですね、さいたま市、それをもって市民にアカウンタビリティが果たせていると、責任を持っているということでよろしいですね。外郭団体は民間であると、完全な民間団体であると、胸を張って市民の前で宣言してください。説明しなさいよ。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、ただいまの質疑にお答えいたします。私どもは、私どもの外国団体は民間であると申し上げています。ただそれは完全なる民間ということではございませんので、それは人の派遣等々しているということから完全なものではございませんが、ものによってはですね、そういった要素をなくして、完全な民間になるというものも出てこようかというふうに考えております。ちょっとダメですよこれ。だって完全に行財政改革推進部長に申し上げますが、
皆さんの主張は分かるんですけど、インターネットを見てる人って全ての方がしてきちんと言葉を精査してお答えいただきたいと思うんですけど、私が今聞いててもちょっと理解できないので、もう一度すいませんが整理してちゃんとした日本語で答えていただかないと多分多くの勘違いが起きております。うちの代表質問と噛み合ってないから、一回休憩しましょうよ。だからそしたら誰が休憩するかどうかですよ。だから本部長がそちらの方からお願いされないとこっちにする話じゃないです。いや、うちから出してもいいです。代表質問と噛み合ってないから。はい、都市戦略本部長。申し訳ございません。答弁の方を整理させていただきたいと存じますので、一旦ここで休憩をいただきたいと思います。はい、かしこまりました。ただいま都市戦略本部長から答弁のための休憩を求められましたので、休憩とさせていただきます。休憩前に引き続き、会議を再開いたします。行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。はい、失礼いたしました。民間の関係につきましては位置づけとして二面性があるというふうに考えてございます。まず市の関与がある、公益性のある団体、外国団体としての民間というもの、それから一般的一般社会でいうところの一般法に基づく会社ということの民間というものがあり、二面性があるということで、ご理解を賜りたいと思います。民間民間の二面性があるちょっと、はい、行財政改革推進部長。行財政改革推進部長。失礼いたしました。外郭団体の方にですね、そういった二面性の考え方があるというふうにいうものでございます。以上でございます。はい、高子委員。すみません、これでスパッと終わると思ったんですけども、私の認識でよろしいかどうかで確認させていただきたいと思います。外郭団体としての公益性にする、公共性っていうんですかね、公的な団体としての一面と、民間企業としての民間企業法等のですね、民間企業としての一面の二面性があるという認識でよろしいでしょうか。都市戦略本部長。委員ご指摘の通りでございます。はい、以上です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。